Bonjour! Online Flansugo Gakko! Ensemble en français 講師の Vanessa です。今日もとっても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。ああ、もう、夕方なのに、今日は朝から何も食べていません。めっちゃくちゃお腹すいた。もう何でも食べてしまいたいです。さて、ものすごくお腹すいたという表現。ある動物を使って言うことができるのですが、一体何でしょうか？ J'ai une faim de loup. 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 直訳すると、私は狼の空腹を持っています。そうですね、狼です。お腹を空かせた狼のように、空腹という意味で、ものすごくお腹すいたという意味で使います。本当にお腹が空いて狼になってしまいそうなので、何か食べてきます。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!